ございます、今日は、スペシャルウィーク、はいはい、もう何日目かよく分かんなくて、ね、ます、まだ今日のちょっと中日新聞に出てた記事なんですけど、はい、人間風車、ビル・ロビンソン氏がお亡くなりになられましたね。そうですね、乗ってましたね。ちょっとね、俺の中ではね、衝撃的ですね。ダブルアームスープレックス知ってる？いや、もう全然プレゼンが分かんないですけど、アブドール・ザ・プッチャーとかと同世代。そうだね、レジェンド世代ですね。75歳。75歳、レスラーってさ、結構早く死んじゃう人とかいるんだけど、ね、75だったら長生きしてくれた方なんですね。でも現役でやって75で、ね、日本で初めてダブルアームスープレックスをやってきたイギリス人。あ、アメリカ人じゃないんですね。イギリス人なんですよ。ヨーロッパの帝王と言われてた、うん、すごい強かった。あ、ビル・ロビンソン来たっていうね、力スタートするんですが、あ、そういう人引っ張らないんですか、ここで終わっちゃうんですか。こっからは普段の話、はい、あ、そう、スペシャルウィーク、スペシャルウィーク、はい、またあの八木さんのファイルに戻りまして、八木さんのファイルの中にちょっと先生、八木先生、それはちょっと私も足りませんよっていう、ちょっと今までこう八木さんをおすごいっすねって言ってきたんですよ。ちょっと先生、それだけじゃちょっと私納得できませんっていう話もしたと。まあまあね、そういう部分ってありますよね。いや、あの、ゆすりか、ゆすりか分かるな、なんかこの辺関係ないじゃん。まあそうですね。でも俺の住んでるさ、奥町でもさ、奥町でもさらに堤防寄りの奥西、かなり僻地になるんだけど、あの辺は本当にゆすりか多いからね。めちゃめちゃゆすりが多くて、はい、例えばね、車をさ、前日窓開けてさ、はい、そのまま一晩止めといたら、はい、朝車乗ろうと思ったらゆすりがボワーってもう車運転できない。うわ、車の中にゆすりが窓開けちゃったら、はい、もうそんなにいっぱいいるから、はい、もう一回ゆすりがうわーって出さないと、運転できないね。いつ目の中飛び込んでくるか、口の中飛び込んでくるか分かんないし。本当ですか、ね、本当本当。で、俺も一緒なんだけど、もっと下流の微細のね、あの新幹線くぐったあたりの人とかもそうなんだけど、いや、自転車で行こうと思ったんだけど、ゆすりがひどいから今日車で来たとか言ってね、そんな会話が当たり前なんだよ。そんなレベルだよ。全然なんか実感ないですね。でしょ。だから一宮で住んでる地域がこんなに違うだけでめちゃめちゃ温度差がある問題なの。俺んとこにしてみれば、またゆすりか出やがったみたいな。季節が来たぜみたいな。そうそうそう。俺嫁さんに叱られちゃう。ちゃんと。うん、キッチン、今日はゆすりかがいっぱい家の中に入ってきたんで、キッチンに入ってこないんだけど、ちゃんとキッチンの扉を閉めてくださいって言われたんだけど、はい、閉め忘れた。俺でめちゃめちゃ叱られる。めちゃめちゃ叱られて、なんでこんな叱られるんだと思ったら、ゆすりか問題ちゃんと解決してくれないと俺少し変われじゃねえかよって言って。ああ、そうだね。うん。馬場さん本人の問題でもあるわけですね。そう。で、なんかその八木さんのファイルによるとね、あの、シンポジウムをやりますと。ゆすりかシンポジウム。うん。今までやったその結果発表、シンポジウムをやりますって書いてあるんだけど、だけ。あ、特に対策はない。ない。とか思って、俺こんなに叱られてんのにシンポジウムだけとか。どんだけ叱られたのか気になる。どんだけ叱られたのか気になっちゃうんですけど、めっちゃ叱られた、まあ、ちなみにじゃあゆすりかの対策的には何かあるんですか。なんかその実感ないしね、すんでてなんかやってるとかね、なんかやってんだろうけど。でも大元になると、多分俺の予想だと、魔界大橋、あそこの橋ができてから、どん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 祖父江から上流に向かってそのゆすりかが増えてきて、やっぱ水が流れるから、ね、そうそうそう、そんなパターンじゃないの。だからあの門をもっと開けて、もっと水ジャバジャバ流してくれれば、あそこは実際だって開くんですか。開くよ、うん、開くんだけど、なんで閉めとるかっていうと、やっぱなんか水門を閉じておかないと、水害がその名古屋市のさ、中川区とかさ、愛西市とか、あっちの方に
洪水が行っちゃう可能性があるから、じゃあダム作りましょうって言ってダム作った。だけどさ、今はまあ、やらないしさ、流してよって話。いや、それはあるよ、後付けですもんね。最初に作っちゃったから、じゃあ締めてみましょうって。開けようぜ。だね、まあ本当にそのせいで俺、ね、君さんに叱られてた。急になんか大きくなって小さくなっちゃうんですよね。問題がいや市民レベルのこの会話ですから、ね、まあそうですね、フレームはスポンサー以外は受け付けませんから、ね、文句が言いたい人はぜひスポンサーになって君たち困るよって言ってもらえれば、まあ、スポンサーは意向でこの話はカットでなるんですけどね。あのシンポジウムってさ、なんか誰かのブログにちょろっと出てたんだよ。あんまやってないよね。やってないというか、逆に、ね、聞かないし、うん、ね、そのじゃあ何をやったっていうのをちゃんと言って予算立ててくれた方が分かりやすくていいですよね。そう、シンポジウムやりますって、いや、ゆすりかはね、絶対ゼロじゃ、ね、いけない。まあまあそうです、ね、多少はいた方がいい。あれ、水質をね、改善するんだよ。そうなんですか。なんか、バクテリアを食ったりとかするとか。ああ、いろいろ。だからね、完全な悪ではない。でも、数が多すぎる。でね、これはね、冬なんだよ。夏に、カゲロウがすごい、知ってる？カゲロウって、わかりますか？カゲロウって、わかります。カゲロウがね、あの、橋のあたりとか、堤防のあたりで、ね、雪降ったみたいに、真っ白な道路一面。それ、生きてるカゲロウ？そう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 、お盆過ぎぐらい。まあ、あれはね、もうびっくりですよ。なんかのロケでもあったんですかっていう。真っ白、はい、雪降ったみたいな夏なの。だけどね、カゲロウでね、感謝とかスリップしちゃうね。まあ、そうでしょうね、そんだけの量になれば。ちょっとね、俺も危なかったもん、感謝に乗ってて。うわ、危ねえ。これからカゲロウって、また、肩やつく語ってたんでしょうね。カゲロウマルケになっちゃうね、このままならね。いや、すごい体の心配しましたよ。カゲロウマルケになる前に、すり傷とか骨が折れちゃうとか。感謝はね、転んでもね。しかじゃないよ。ないない。どっちかっていうと、単車が転んでウインカーが割れた方がショックだったもんね。ああ、折れちゃったとか。自分の体で。まあ、そうなんでね。まあ、ゆすみかもね、もうちょっとなんか、手はあるんじゃないですかね。でもちょっと声がね、少ないからね。少数派の意見にもうちょっと耳を傾けてもらえるとね。まあまあ、でも。こういう話になったらシンポジウムで何が話されたかというのが気になってますよね。ねえ、ぜひ、ね、いいじゃないですか。シンポジウムステージの方に、ね、上げてもらってパネラーとしてね。いやいや、怒られた話とかカットでお願いしますよ。奥さんにすげえ怒られたって話は。いやいや、市民代表一人としてね。はいはいはい、いやでもさ、はい、地域が変わっちゃえばさ、全く実感ないし、何言ってんだよって思うかもしれない。いやでも実際僕はそうですからね、うん、どんだけだって車の窓を開けちゃったら車の中でゆすりがだったっていうのはちょっとギャグじゃないかって思ってますよね。ほんとほんと、うん、でしょうね、クリスマス自転車走っててさ、メガネないとさ、変な顔入ってきてさ、うん、あと鼻の中でフッてゆすりかけて気持ち悪い気持ち悪い、ね、そう気持ち悪い気持ち悪い、うん、そういう状態、うん、であとなんか連絡入ってきたりとか、そうしたらしあれダニとかと一緒に死んだらさ、死んだらさ、あ、ダストなんですか。そう。で、それがアレルギーになったりさ、喘息の引き金になったりとかさ、はい、だからもうちょっと、ね、さっき考えたら、もっとどん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 条例に増えていくしさ、あと YouTube のさ、大分だったかな、九州のね、ゆすりかのね、映像を見るとびっくりするよ。本当にかましらが、もうね、揺らう。トンネルみたいな。そうそうそう。まだね、一度にはそこまで行ってないんだけど、もしあんなのが庭にあったら、最悪だよね。殺虫剤とかかけれる問題だよね。かけた後も死骸を掃除するのみたいな。いやそうやって殺虫剤ね、町中に散布するのって話だね。そうですね。まあ、だからそこなんですよね。有効な対策が一切見えないんですよね。そうだね。だから俺ぶっちゃけあれだと思う。魔界大橋開けてないんですよね。ああまあまあまあ、ね。開門ですよ、開門。いやでもね、そういうことを言うと。どこも箇所も実際今できないですよね。なのかな、九州のことね、引き方の、ああ、落ち頃がやる。そこは開かないし、なんだかんだ。
壁に加工できて、なんだかんだ入れたみたいな。なるほど。現場の、現住民というか、土着民というか、ギャップに、ね、まあ、これはぜひね、もうちょっと志望ね、力入れて、ね、やってもらわないと。でもそのシンポジウム、確かに馬場さんは参加するべきです。多分そのシンポジウムで僕の予想だと、魔界王子を解剖するっていう感じじゃないんじゃない。最初から、あれができてから、ね、あれができて最初ソブエムシっていう名前がついとったから本当だよ。ソブエムシなんだね。ソブエにおったからソブエムシなんだ。ソブエムシが上がってきて微細にまで来た時にこれなんだっちゅう話になって、さらに一宮の方まで来て、これユスリカじゃんっつって、でなんか木曽川冬ユスリカっていう学術名ができた。ああそうなんですか。学術名までできてしまったような人なんですか。 それまではあだ名でソブエムシ、ソブエニオールでソブエムシ。それはあのソブエの人に不名誉ですよね。でソブエムシだってその魔界大橋ができる前はおらんかった。だから魔界大橋で水止めちゃえばできるっていうことなんじゃね。だん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 水質が上まで来たってこと、ね、そういうことだね。だから、まあ、開けてちょうだいっていう。偉い先生が見てるかもしれません。また、ね、この辺の話はですね、ぜひシンポジウムに私を先生方爆弾トークをしておければぜひよろしく。爆弾トークダメだから多分ダメでしょ。おとなしくしてますからってアピールですよ。で爆弾トークしようと出たものが分かりました。じゃあ、おとなしくしていますので、ぜひ、ぜひ呼んでください。じゃあ、今日はこんな感じで、では、お疲れ様です。